宮古島。宮古島は、沖縄本島から、宮古海峡を経て南西に、約290キロメートル、統計125度、北緯24度に位置し、太平洋と東、シナ海の間にある島である。南西諸島西部の東諸郡宮古列島に属し、先島諸島の一部を成している。面積は158.87キロメートルである。近隣には、池間島、大庭島、 イラブ島、下地島、クリマ島などがある。宮古という地名は、元は、都であったと考えられている。池間島、地池間、あざ、前里、狩又地区、地、狩又に残された600年以上の歴史を持つ綾や宮都方言での地下のことによると、都とは、人、自分自身の住んでいるところ、地域、集落という意味である。この場合、言葉の由来は、 言葉の音によって、身、自分、や、住んでいる、区、場所、村の意味に分けられる。口述にあるように、マコ山と琉球王国時代には呼ばれており、約400年前に遡る都城府は、著魔から作られていることから、朝織物で築いた評判を由来とし、万歴33年、1605年の、文州府市には、1371年に、 バーラ公館か三木箱人、ブラ公館か宮古人が、雲州栄華に漂着したと記述されている。密木井西へは、宮古島のことであり、バーラ公は、宮古のホラを拠点とした主張かもしれない、など、主人の解釈がなされているが、真相は、必ずしも明らかではない。また、秋代初期に書かれた元氏にも、同志種の記述があるが、密木井西へとは書かれていない。 16世紀頃から、宮古島に住んでいた人々は、自らの住んでいるところを、宮区、またはひさまたは、ひさ平ら、なだらかのいかと呼ぶようになり、一時期は、ひさ島とも呼んだ。しかし、ひさら、ひららが二川鳥、り、西、中曽根、東中曽根、西里、下里の五花村、地を指す名称として定着するようになると、再び島全体が、 宮古という名称で呼ばれるようになった。宮古の漢字表記は、津、木場西へ、マコ、宮古と様々な当て字がなされた。琉球王朝時代に、宮古は、マコさん、太平山とも呼ばれた。直角三角形のような形をした島で、北を上にした普段地図で見慣れた形だとわかりにくいが、旧下島町方、栗間東方を下にすると、猛金類が羽ばたく姿に見える。 南東端に東辺波崎が北西端に西辺波崎がある。島の北西には池間島があり、北には大宮島がある。また、島の西には伊良部島、下地島が南西には栗間島が浮かんでいる。池間島及び栗間島とは橋で結ばれている池間大橋1425メートル、栗間大橋1690メートル。また、 2015年1月31日にイラブ島と、宮古島を結ぶイラブ大橋、3540メートルが開通した。主として、石灰岩からなる大地の島で、全般に平坦。最高地点のキャフスミネ、キューグスクベ町砂川小学校付近と、中尾礼、キューグスクベ町、ヒ下集落付近でも、標高115メートルである。古い文献等では、 島の中央部にそびえる野原武史、標高108.6メートルが最高地点とされていたが、後の精密な測量により最高地点ではないことが分かっている。川らしい川はないが、地下水が豊富であり、上水道の水源として、湧水や地下水が利用されている。地下水をせき止める福里ダムや砂川ダムなどの地下ダムが建設された。島の北側の海域には、 八重市、八菱、八重市と呼ばれる、宮古島の面積の3分の一に及ぶ浅瀬が広がっており、サンゴが群生する魚場、ダイビングスポットとなっている。大潮の干潮時には、海面から露出し、広大な島のようになることがある。八重市沖には、台風の影響でごく稀に、バラス島、サンゴの死骸が寄せ集められ島になるが出現する時が、 宮古島を含め、池間島、大宮島、伊良部島、下地島、栗間島、田良間島、みんな島を合わせて、宮古列島と呼んでいる。1995年、平成7年に不動産登記が行われた、無人島の筆岩を含めると、宮古列島の島は9つになる。海を隔てた、南西側 250km には、八重山列島、さらには、台湾がある。 天気予報では、宮古島地方という場合と、宮古島という場合とがあるが、宮古島地方は、宮古列島全域のことを指し、宮古島は、宮古島地方の内田良間村、田良間島及び、みんな島を、除地域を指す。宮古島の地質は、上から、島尻マージ、赤土、琉球石灰岩、島尻総泥岩からなる。琉球石灰岩は、 海水準変動や人口により浅い海底となった時に珊瑚礁が発達してできたもので厚い層をなしており、旧上野村付近で厚さ50メートル、塔の北東部においては120メートルに達する。基盤となっている島尻層で岩は島の北東部にわずかに露出する。琉球石灰岩は多くの空撃を含んでおり、水を通しやすいため地表を流れる。 大きな川はない。宮古島周辺で海の透明度が高いのは河川水を通じて泥などが流入しないためと言われる。島の北西から南東へ通常の活断層が伸びており、断層に沿って幅約100メートル、高さ約30メートルの石灰岩からなる堤防状地形が見られる。この地形は断層によって露出した部分が侵食され、 憎いという琉球石灰岩の性質によってできたものであり、東側が急斜面、西側が寒斜面となっている。第2宮古島台風及び宮古島の上水道を参照、亜熱帯海洋性気候に属する。また月別平均気温の平年値、1981年から2010年に基づけば熱帯雨林気候、AF に相当する。 気象庁の1971年から2000年の平年値では、最寒月平均気温が17.7で、18をやや下回り温帯湿潤気候に相当していたが、1981年から2010年の平年値で最寒月平均気温が18.0となり、熱帯雨林気候の条件を満たした。琉球諸島の面積の大きい島の中では、 唯一のハブが生息しない島である。これは標高が低いため過去の海進の時に水没し、それ以来は他の島と陸続きになる機会がなかったためとされる。しかしながら、都古カナヘビや都サ沢ガニなどの固有の陸生、陸水動物が分布することや、絶滅した大型の鹿類である都のロジカの化石が発掘されることから、 本当に水没したかどうか疑問が持たれている。島全体が低い丘陵地で森林は海岸性のものがわずかにある程度である。固有種は少ないが、カタツムリや植物がいくつか知られている。宮古島の名を持つ生物に以下のようなものがある。最終表記には120メートルも海水面が低下していたため現在宮古島のある場所はアジア大陸と陸続きであった。 1979年、昭和54年、旧上野村座の原にある、ピンザーブ、宮古方言で、ヤギの穴と呼ばれるホラー穴で、約2万6000年前の化石人骨が発見され、ピンザーブ同人と命名された。沖縄本島の港川人よりも古く、五頭骨については、港川人に共通するもので、高新世の後期には、宮古島に人類がいた可能性が指摘されている。 およそ1万5千都市に氷河期が終わると、現在宮古島がある場所の大半は海に沈んだと推測されている。氷河期が終わった後の地層は、石灰岩が多く含まれているため、ンゴ礁が発達できるほど温暖な気候が続いたと思われる。現在の宮古島は、地質学的に比較的新しい島であり、約1万5千年前から4千年前に出来上がった。 珊瑚礁の島である。宮古島の南東側の海岸線にある、新石器時代、約2500年前の砂丘遺跡からは、車庫街で作られた斧や、芋街で作られたアクセサリーなどが出土する。しかし、その当時どのような人々が住んでいたかは、人骨等の直接人に関わる、考古学上の発見がないため不明である。沖縄本島や奄美大島からは、 同時代の遺跡からは同様な海製品は出土せず、台湾などの同時代の遺跡からは海製品が出土するため、台湾等の南方との交流もあったと考えられている。およそ12世紀頃から農耕が盛んになり、地域をまとめるリーダーが誕生し、積極的に海に乗り出し交易を行っていた。その当時の人々の多くは丘陵地に集落を作り住んでいた。 約2500年前の砂丘遺跡で車庫改正の斧を残した人々が時代を経て丘陵地に移り住んだと考える説もある。宮古島市教育委員会は2012年11月からぐすくべともりインギャー海岸近くにあるともり、元島遺跡で発掘調査を行い、11世紀から14世紀にかけて鹿児島県奄美群島徳之島で作られていたカムヤき、 高さ約11センチメートル、幅約15センチメートルも完全な形で発掘し、12世紀から16世紀の層から埋葬された状態の人骨一体を発見し、さらに発掘を進めたところ仮想からも人骨一体を発見した。郷土史研究家の下地和弘は、都の戦士時代と古竜球時代の間にある、千年の空白を解明する手がかりになる。とコメントしている。 以降については、平ら市し歴史、宮古島市遠隔も参照。戦時記録は、一般戦災ホームページ、宮古島市、旧平良市における戦災の状況、沖縄県、沖縄県民レ歴史、宮古地区広域学習サービス講座等より引用。宮古島に住んでいる人々のルーツは、日本各地、中国大陸東海岸、太平洋、東南アジア、 一部欧州方面からやってきた人々がいると考えられている。その名残か、沖縄本島や八重山とも異なる文化が多い。18世紀初頭、宮古の伝説をまとめた、御嶽由来記において、下記が記された。宮古島が島の形もなしていない太鼓、天庭、雨の手だが、天岩戸柱の橋を降り、野球美神や組の神に授け、 河海の風よから、んところに島を作りなせと命じ、天の夜に地橋、雨の湯の図はずから、河海の大海原に岩柱を投げさせ、固まったのが、今の宮古島となった。天帝はついで赤土を下し、こいつの神に、河海に降りて、人の世を立てて、守護となれと命じたが、小一格が、我に足らざるか立つ体を給え、天帝、何時六今後体を、備えう、また何の不足かあらん。 恋格、すべて日あれば影あり、影あれば必ず日ありとの問答を経て、天帝はようやく恋格の願いを入れ、女神の宗と名玉、恋玉の友を認めた。恋格、宗と名玉の両神は、豪遊の聖火神、森下の神をはじめとした、八祖神百神、八女神桃神を連れて、天の夜、虹橋を渡り、七色の綾雲に乗って地上に降った。 彼らは、朝水天久崎、ピアル水雨久崎の地、朝水温竹の東側にあった岬、現在は埋め立てられているに見合いを定め、総達、無二ル、カダマの男女児が生まれた。また、島は赤土ばかりであったので、天庭が再度国土を下し、宮古島は五国が実るようになった。十一年かが過ぎ、総達、カダマが大きくなった頃、天庭は葉を見にまとった。 木草神、木僧の神という恩神、青草を身にまとった、草草神、草草の神なる女神を下した。それぞれ僧達、かだまの夫婦となり、当時、西地に住んだ。彼らが住んだ、この地は、現在の東中曽根、西中曽根という。僧達夫婦は、よすぐ人種、太陽直しの真主なる男児を、か間ま夫婦は、添い朝娘、添いまらつかさなる女児を産んだ。後 この二神が夫婦となり、子孫が栄え、宮古島民の祖となったという、あやぐもしくは、アーグとは、宮古方言を用いた鹿のことである。宮古島だけのものではないので、宮古列島あやご、あやぐも参照のこと。クイチャーとは、クイチャー・アークの省略のことである。標準語に直訳すると、あやぐの声に、クイ合わせ、チャーという意味である。アーぐ、 歌に合わせた踊りのことで、踊られる地域もしくは、歌の内容によって様々な振り付けがある。歌器は、歌器または、おけと発音する。宮古島では、各村々によって、うの発音が違うため、両方の発音が存在する。宮古群島には、約900近い歌器が存在している。古くから信仰の対象として、 人々が祭祀を行う聖地は存在していたようであり、それらの聖地は様々な名称で呼ばれていたようである。しかし、15世紀から16世紀に琉球王国の支配が強固になり、琉球王国領内の土着の聖地を宇多紀と名付け、体系化し、王家、直しと関連付け、新助制度を整えた。宇多紀とは琉球の聖地で本土の神社に相当する。しかし、 神社とは全く異なった祭祀儀礼を行う。祭祀集団は遅延や血縁で組織され、歌儀の中へは祭祀を行う時以外入ってはいけないとされている。一般の人々も神社でそうするようには参拝を行わない。ただし、明治時代から昭和の初期に地域の文化を否定し、日本全国を均一化しようとした運動があり、その中で神社化された歌儀は、 例外となっている。宇多きへの信仰は、生命が自然界と人間社会を循環しているとの思想に基づくものである。そのため、宇多きの領域内に生えている植物を切ってはならないというタブーが存在し、そのため、広い領域を持ったうたきの周辺には、宇多き輪と呼ばれる植生が生育していることがある。各々のうたきには、様々な神々が祀られている。 島の創造神、精霊、村の守護神、歴史上の偉人、氏神などである。なお、島尻のパーントゥで有名な、パーントゥ、プナハも、神々がパーントゥに姿を変えて、元、ムトゥ、氏神を祀る、家の祭礼に現れるというものである。外部リンクに列挙した各サイトも参照。うっへの信仰が成り立っていた条件は、琉球王府時代に、その人物が所属する、村、 自内での結婚しか認められなかったこと、及び住居の移動が禁止されていたことによって、より強固な再終集団が結成できたことと、宇っの中には入ってはいけないという強力なタブーが存在してきたことにある。近年は社会的な状況が変わり、これらの条件がなくなってしまい、宇っへの信仰もかつてのようには盛んではない。うっにこもって身を清めた女性によって行われる、 秘技採取として知られる、宇谷岩祭りも存続するのは、大庭島のみある。柳田国夫は、民族学研究の仕上げとなる、会場の道において、中国で貨幣とされた宝貝を、中国南部から都に求めに来た人々が伝え、稲作栽培は島伝いに、日本列島を北上し、伝えられたという昨年来の黒潮ルートを唱えた。しかし、弥生時代の稲作遺跡が、沖縄、 奄美などの北部琉球に泣く考古学的な確証が得られていなかった。しかし後に、水田に限定しない稲作が考慮されたことで、柳摩説が見直される。また、古代九州の当初におけるジャポニカ米の存在や古代、温帯ジャポニカ米 DNA 解析における、熱帯ジャポニカ DNA の2なども確認されたことで、 やよ以前の縄文黒潮ルートによる稲作伝来は有利季節の一つとなっている。1594年に、長新氏宗や長新無事氏や、琉球王国の管理であり、後の役職は、砂川親雲城もしくは、ウプザガーラ、標準語に直訳すれば、大座の頭、地松原出身の先導という人物が、沖縄本島より宮古島への航海中、嵐に遭い、 民の復讐、福建省まで漂流し、1597年に、そこから、金芋という品種の干渉、さつまいもを持ち帰ったという伝承ある。真実であれば、宮古島が、現在の日本の領域内で最も早く干渉が、伝来した場所になる。これは、沖縄本島読谷村に、の国総監が干渉を伝えたよりも7年も早い。109年後の1706年には、 宮古島、倉本より、琉球王府に報告された、御嶽由来記という書物に記されている。しかし、御嶽由来記は、宮古島の神話や伝説を記述した本であり、民国、復讐に、ルソンより官書が伝来したのは、宗谷が福建省に漂着したのと同じ1594年のことであるから、その真実性を疑問視されている。またこの官書が、宮古島を経由して、 他の地域へ伝わったということは伝わっていない。ちなみに、長信市宗や地松原、麻塚外では、ウプザガーラに対して、宮古島の人々は、ムヌ州、宮古方言で、芋の種、感謝神として、芋法令、ムプーリという感謝祭を昭和の中まで捧げていた。しかし、宮古島でのさつまいもの栽培が廃れると、次第にこのムプーリも、盛大には行われなくなった。 1583年に、稲積当時、稲石、都寺が創生。一旦折るのに数ヶ月かかる上布の最高級品。東の越後、西の都と呼ばれ、越後上布と並び、日本を代表する織物。国の重要無形文化財。明治初期以前は、人道税として、琉球王府に構想。琉球から薩摩に奉納された後、薩摩上布として全国に販売。 流通されていた。1873年7月9日、宮古島南岸の上野村沖で、ドイツ商船、RJ ロベルトソン号、エド・ユアルト・ハイムスハイム船長が台風のため座礁した。この船は中国の福建で茶を摘み、オーストラリアのアデレードへ向かう途中だった。船はマスト2本が折れ、船員2名が死亡、ボート2艘も流出し、 日潟に乗り上げた状態で座礁。近海を航行していたイギリス船が座礁を目撃し、小舟を出して救出しようとしたが、高波のため断念した。ほぼ同じ時期に、島の役人も座礁を発見し、船を出そうとしたものの、夜間で高波のため断念。島民は沿岸にかがり火を焚いて、座礁船に残る乗組員を励まし続けた。翌朝、まだ高い波の中、 小船2層を出し、船に残っていた1層と合わせた3層のボートに、生存者8名、ドイツ人6名、うち女性1名、中国人2名を救出した。役人は役場を宿泊所として提供、自らはその周りに仮小屋を建てて過ごした。当時の島民の主食は、日々だったが、遭難者には米や鶏肉を与え、看護し続けた。34日間を、 宮古島で過ごした後、彼らは台湾のキールへ渡り、イギリスの帰船で中国へ、中国から祖国ドイツに帰ることができた。船長が、この一連の遭難話を、ドイツ商船、RJ ロベルト孫号宮古島漂着機と題して、新聞に公表したところ、大反響を呼び、時の皇帝のビルヘルム一世が知るところとなった。 その博愛精神に感動した皇帝は3年後の1876年、軍艦号を派遣し、皇帝の誕生日でもある3月22日に、感謝の石碑を混立した。中央政財界に進出し海以外と交流のあった、下地原神がドイツ政府より友好の証として、鉄十字を受賞している。日独間が同盟関係を結んでいた1936年には、 外務省や日独親善団体、都教育部会の協力のもと、遭難現場近くの宮国の後浜に、ドイツ商船遭難の地の石踏みが建てられた。また、翌1937年には、文部省が全国から募集した知らせたい美しい話で、この史実が一等に選ばれ、小学校の就身教科書に乗り、博愛という題で全国の子供たちに紹介される、ことにな、 1996年、遭難地近くに上野ドイツ文化村という施設が建設されたが、2000年の主要国首脳会議が沖縄で開催されており、ドイツ首相のゲアハルトシュレーダーが親善訪問した。航空自衛隊のレーダーサイト基地である宮古島分屯基地が置かれ、南西諸島に接近する航空機を監視している。 沖縄本島と宮古島の間にある 290km158.9 海里の宮古海峡は、排他的経済水域にあり、東、シナ海と太平洋を隔てる要衝、チョークポイントである。中でも西太平洋への進出を目指す中国海軍にとって、宮古海峡は最短で太平洋に進出できる出口として重要視しているとされ、宮古島を含む 境界線上の島々は第一列島線と表現され、海洋戦略上重要な概念になっている。近年の中華人民共和国は海洋利権拡張のために尖閣諸島や南沙諸島、西沙諸島といった離島の領有権を主張し、宮古島近海でも領土拡張を示唆する中国軍機の動きが見られる。また、 沖縄に関しても中国側の政治的意図を示す言説が近年に浮上しており、かつての大陸国、新などと琉球との交流を根拠とする中国主建設や沖縄独立を標榜する主張等も見え、2016年には中国北京でこうした沖縄関連の学術会議が開催されている。これに対して宮古島でも中国の軍国主義姿勢を脅威として、 現実的に受け止める人々がいる。また一方で、平和の観点から自衛隊配備反対を唱える人々もいる。26中規模及び31中規模に、基づき同等の防衛を主任務とする、陸上自衛隊の部隊、離島警備部隊及び、死体空、死体艦ミサイル部隊配備が決定しており、防衛省は2017年10月に、地元自治体との契約締結した。 現在、2019年2月の駐屯地会長を目指し、施設整備が行われている。島内に、宮古島中継局、民放 AM ラジオのみ、イラブ島があり、テレビラジオとも同中継局から受信している。このほか、ケーブルテレビの宮古テレビがあり、島内のほか、宮古群島ほぼ全域、小島を除くで受信可能である。2002年に、 コミュニティ FM の FM 都が開局し、島内の他イラブ島でも受信可能である。同局は中継局のない FM 沖縄の番組の一部も同時ネットしている。ダイバーには洞窟潜水で有名。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。